はい、こんにちは。スペアアートでのめちゃんと梅ちゃんです。で、今メキシコにいるからちょっとメキシコの普通の朝ごはんを紹介したいと思います。はい、まあ、いろいろがあるけどね。これは一つの普通の朝ごはん。うん、タマルはハケニョって言う。タマルはハケニョ。タマルおハケニョ。おハケニョ、うん、この外のは、うん、バナナの葉っぱです。バナナの葉っぱじゃないとタマルはハケニョって言わない。はい、蛇の皮みたいだね。蛇の皮みたいだね、うん、私も思った。中は、うん、おお、中身はこんな感じです。なんだ、トウモロコシの粉。そう、トウモロコシの粉、基本はね、トウモロコシの粉、うん、いろんなタマレスの種類があるけど、これは多分一番おいしい、うん、私にとってね、うん、タマルはハケニョの場合は、うん、中身豚肉と、うん、チリソース。ちょっと辛い。ちょっと辛い、ね、ちょっと辛い。チリだからね。チリだからね。いただきます。めっちゃ美味しいよ。本当に美味しい。なんか懐かしい私ね。ベロにとってはね。俺あんまね、これ好きじゃないんだよ。あんま好きじゃないの。あんま好きじゃない。でもさ、いいよ、食べてみて。でもなんだよ。食える食える。うん、なんか美味しい時と美味しくない時がある。今美味しい。そうだよね。うん、美味しい。今美味しい。今美味しい。ということで、楽しいと思ったら、美味しいと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、アディオスアミゴス。コメントもよろしくお願いします。